キュポラキュポラとは、埼玉県川口市川口一丁目に所在する再開発ビル。公共施設やショッピングセンターが入居する複合商業施設である。2006年4月開業、川口駅、東口駅前事業により建設された。名称、キュポラは、川口市がかつて鋳物の町として、生え、キュポラのある町と呼ばれたことから、 駅東口に再開発によって整備された公共広場にはキュポラ広場の愛称が付された。なお、川口市の公式ゆるキャラもキューポラを擬人化したキュポランである。東日本旅客鉄道京浜東北線川口駅、東口前に立地し、建物は A 棟から E 棟からなる。館内には川口市の公共施設として、川口駅前行政センター。 川口市立中央図書館、川口市、メディアセブンなどが入居する。ショッピングセンター、エムズタウン川口キュポラ内には、各店舗として、食品スーパーのマルエツが1階に出店するほか、無印良品、文京堂書店などの店舗がある。マルエツ川口キュポラ店は2006年4月20日に、開店した。ショッピングセンターは、マルエツの関連会社である。 株式会社マルエツ開発が運営する。隣接地にはタワーマンション、オーベルター川口コラージュが立つ。出店テナントの詳細は、エムズタウン公式サイト、川口キポラショップ一覧を参照。ありがとうございます。